まあ。いらっしゃいませ。なんで？あれって何のためにやってんの？意味なくない？そうだね。やっぱあれ見て来てくれる人とかもいます。あんなの見てくる人なんてさ、絶対細客しかいないじゃん。どうなんだろうね。俺もやってるわけじゃなくて分かんない。あ、いくらくらい使ってんの？分かんない分かんない、人によるだろうし。1円とかのギフトの人にもありがとうとか言うよ。安売りしないでほしい。安売りかな。そっか、安売りになっちゃうの。肌でも見れるところに顔さらさないでほしい。なるほどね。なんか私はちゃんとお金払ってきてるしさ、実際なんかお金払って見た方が偉くない？まあそれはね。それはそうだけど、なんか本当に小じきじゃん。肌で見るとかコストだよ。だってまあ、もしかしたらその見たのがきっかけでメンタ使ってくれるようになるかもしれないわ。でも実際細客しか来てないんでしょ。わかんないけど、それは TikTok で見てるやつも全員引きこもりじゃん。引きこもりの風呂入ってないデブだよ。なんでよ、ね、高校生とかもいいんだよ、しかもコメントは。いやいや、まあ、意味ないじゃん。一円にもならない。お店は来れないから、まあ投げ銭しかないってこと。そんなさ、意味ないじゃん。ホストだよ、だってインフルエンサーじゃない。まあ、あいつもそれ勘違いしてんだって。チヤホヤされてピースしてくださいとか言って、スクショタイムとか言って決め顔して、本当に意味わかんないんだけど。でもそれスクショするんでしょ。してない。ほんと本当にしてない。そんなこと早く。リアさん、はい、止め出ます。うん、ちょっとありがとうね。また明日やります。テレ朝昼来てるの聞いてないですか？聞いてないよ。めっちゃ怒ってる。おい、言ってよ。誰が来てるの？ごめんごめん、お待たせ。来てくれるの早くない？より早かったね。え、1時間ぐらい早かったから言ってるより。知らなかった、ごめんね。またやってたでしょ、 TikTok ライブ。 あ、ライブね。今さっきやってた。出勤時間まだだった。私来てんのに。あ、だから知らなくてごめん。あ、今日いくら稼いだの？いくら投げ銭もらった？いや数えてないよ。全然全然投げ銭とかじゃない。どうせ小銭しかもらえてないんでしょ。いや、小銭っていうかさ、やる意味ないじゃん。いや、そんなこと言わないでよ。あるよ、やる意味は。2セットよりもこそもらってないでしょ。いや、でも日によるそれは。うん、実際何のためにやってんの、あんなこと。まあ、実際には言うと、まあ、集客一番できるよね。一番っていうか、こうやっぱ知ってもらうことがやっぱでかいよ。ライブやってんだ、あ、この人見たことあるとかなるじゃん。TikTok ライブでこんだけ売り上げましたよ、このホストの方で売り上げましたよっていう、まあ、成功例とかをやっぱこう後輩とかじゃないけど従業員にやっぱ見てもらってさ、こうできるんだって、無料でこんなこともできるんだっていうのを背中見せたいじゃない。後輩のため、後輩のためって言うけどさ、リュウやってんの？まだできてなくて、最近やっと携帯変えたんで。携帯古い機種でできなかったんです。
やりなさいよ。 TikTok ライブできない機種って何？ S3 ほんとでしょ。違う違う違う、だって TikTok の動画とかさ、YouTube とかさ、全部頑張ってんだからさ、なんかわざわざそんな配信までしなくていいじゃん。まあ、まあ、自分のためもあるってこと。そう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 、まあそうだから X とかもそうだし、もうあれはもう本当に、ね、全部さ無料でできることだから。そういえばあのツイッターの皆さん、そういえば YouTube とか TikTok とかってやっぱやった方がいいですね。やれるならやった方がいいと思う。やっぱそうっすよね。 YouTube はやっぱねハードル高いから。ああ正直やっぱ動画作るのとかさ結構やっぱ何かだったりするんだけど、まあ撮るのとか編集とかもあるからするんだけど、まあでそれでもライブとかは無料だからさ。ああそうですね、花来ちゃうから。結構集客ってできます？集客 してるくない？はい、なんか見てて結構そういう紹介してる多いなと思ってて、だから俺もやろうかなと思ってるんですけど。やった方がいいと思う。ですよね。やらないよりは絶対やった方がいいですね。やらないよりはやった方がいいし、絶対そう。ちょっと待ってて。あいつ絶対やめる気ないじゃん、私がこんなに言ってんのに。何なの、絶対にやめる気ない。なんか正当化してた。でも理由聞いてもらってできない。イライラする、イライラする、イライラする。何なのあいつ。私お客さんなのにさ、なんで言うこと聞いてくんないの。レアさんの言ってることも分かってあげてほしいな。分かんない。お待たせ、ごめんね。また配信してたの？してないだろ、この短い時間で。それは無理よ。そんなに小銭欲しいなら私が開けるよ、小銭。何やってんの？ほら、お前が好きな小銭だよ、これ。お前が好きな、ほら、投げ銭だよ、お前が好きな。リストまず取ってる。私は毎回ライオンくらいを使ってんの、これ。これに拾いたくて配信してんだろ。そういうことない。ダッサ、この1円とか10円のために座って拾うのマジでダサい。でもよかったね。これがお前らが欲しかった投げ銭だよ。ありがとう。これマジ大事にして、本当に。もう投げないでよ。うん、お金本当に大事にして。こういうことするためにさ、ホストクラブ来てるんじゃないでしょ。じゃあレイヤ君配信やめて。いや、気持ちはわかるけど、もちろんわかるし、言ってることもわかるけど、別にやめないし。もちろんさ、出会ったのがさ、ライブする前だから、言ってることはわかる。ライブを継続的にする前だから、こうやって目につくのは分かるけど、全然時間使ってくんないじゃん、配信とかで。もう帰る、ムカつくから。そんなこと言えないね。帰る。確かにもうよ。やだ、もう帰る、今日は。いや、配信の時間私に使ってくれたら1億くらい全然使うの。そうしたね。まあちょっと姫の言うこともわかるんですけどっていう気持ちではあります、正直。まあ話します、普通に話すっていうか、まあ、LINE とかで話したいって感じではあるっすけど、まあやめろって言われてやめないっすね、僕は。はい、ライブ自体がすごくいいかって言われたら、まだ僕も探り探りな感じでやってるので分からないんですけど、まあ、それきっかけでこうやっぱ来てくれる子っていうのは結構増えてきてます。ライブ通してで、まあ、200から300の間は、まあ、それだけでとかは行ったりしてるので、
まだ始めて3ヶ月ぐらいなんですけど、やってよかったかなと思います、ね、はい、